カンバラ温泉付近の崩壊部。左の建物はカンバラ温泉の宿。カンバラ温泉はかつて新潟県糸井川市大所にあった温泉。いずれも高能はその効果を万人に保証するものではない。JR 西日本大糸線平岩駅から車で5分、北陸自動車道糸井川インターチェンジから国道百四十八号を約二十三キロメートル南下した。 姫川藩の高台に位置していた。河原には混浴の露天風呂があり、あちこちから湯が湧き出ているため、スコップで瓦原を軽く掘ってそのまま露天風呂にすることもできた。また、施設では山菜や濃い料理も出していた。現在は土石流災害により山肌が崩壊し、貫原温泉の施設だけが残っている。源泉は、 姫川の支流バ原沢が姫川に合流する場所にある。現在は、の湯状態である。ただし、源泉地へ行くことはそのルートが非常に危険であるため、実際には放置されたままの状態になっている。バ原温泉周辺の崖及びその周辺は、工事中であり、工事関係者以外は、立ち入り禁止となっていて、一切立ち入ることができない。正式な開け指は不明だが、 川中島の戦いで負傷した武将が傷を癒したと伝えられている。1980年1月21日、なだれによって被害を受ける。かつては一軒宿が存在したが、1995年の7.11、水害によって大きな被害を受け現在に至る。ABCDEFG、全国温泉大事典426ページ。相続編糸井川市。 ありがとうございます。